皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。新しい動画シリーズ始めます。タイトルは、ファーワールドパイオニアーズ。本日リリースほやほやの新作です。未知の惑星に不時着した主人公がそこで仲間と共にコロニーを作りサバイブする。まあご定番な設定のコロニーシムですね。本作リムワールド島のコロニーシムのモッドの開発者による作品でして、少々前に配信されたデモ版が界隈で話題となっていた作品ですね。ちなみにご主人様はデモ版は未プレイ。今日のリリースを待って満を持してのプレイなのよね。それでは早速新たな冒険の旅に出かけましょう。まずは初期設定、と言っても簡単なものですが、チュートリアルは事前に済ませたのでオフ。チュートリアルなしとか大丈夫なの？まあ大した内容じゃありませんでしたから大丈夫です。それ大丈夫っていうの？事前に2時間ほどロケハンしておきましたのでまあいけるでしょう。やるやん。お次は主人公のアバターのカスタマイズですね。つまりご主人様ってことなのね。じゃあこれで。それでは未開の惑星を開拓する人々の物語、ここに開幕です。ではプレイ開始。いきなり墜落現場からのスタート。最初の仲間は1名、お名前はバディさん。相棒、つまり右京2期ね。まあ間違ってはないですけどね。まずは手持ち無沙汰の右京さんにお仕事を指示しましょう。とりあえずそのあたりの木切ったり草刈って資源集めといてくれや右京2期。現在我々宇宙船が墜落して野ざらし状態のホームレス。建築しようにも資材がなくては始まりません。その間マスターは別のお仕事。墜落した宇宙船から物資を回収。してけんのな。そして宇宙船は解体してこちらも資源にしましょう。ツルハシ一本で解体できる宇宙船はロタ。そして次はクラフトのお時間です。まずは建設メニューを開いて資源貯蔵庫の建設を指示。さらに様々なアイテムをクラフトするための作業台も建設指示しておきましょう。回収した物資を貯蔵庫に保管します。左がご主人様のポッケで右が貯蔵庫ね。左下のアイテムがホットキーに割り当たっています。宇宙船から回収したアイテムに武器があるようですのでそちらはホットキーに割り当てておきましょう。豆鉄砲にナイフ1本と弾薬少々。こっちもしけてんのな。医療キットと食料は貯蔵庫に入れた後1つずつ手持ちにしておきましょう。右京さんがお腹空いたり怪我した場合は貯蔵庫のアイテムを使いますので。医療キットは2つで食料は10を。心もとないようなのよ。このあたり早く自給できるようにしないといけませんね。物資を整理していたところ西から旅人がやってきたとのアナウンス。これはメンバー増やすチャンス。そりゃ行くでしょ。可及的速やかに。今後コロニーを育てていくにはメンバーを増やすことは不可欠です。旅人であったり別の宇宙船が墜落したりとその出会いも様々。完全に未開の惑星ってわけでもないのね。まあええわ、右京2期に続く第3の男、逃しはしないのよ。しかし残念そこにいたのは住民候補ではなくレイダー。なんですとー。豆鉄砲で叶うはずもなく哀れマスターは惑星の塵と消えましたとさ。終わり。終わんねえよ。って生きてる、あたい生きてる、生きてるって素晴らしい。マスター死んでも一応復活できるみたいですね。荷物全部なくなっちゃった。さすがにあれは取りに行かんとな。住人の皆さんは死んだらおしまいかもしれませんし、今後しばらく装備が整うまでは危険な汚れ仕事はマスターの担当ですね。死んでもいいわけですし。マジかよ。そりゃまあこの惑星で命の値段が一番安い人間がマスターですから。えらい言われようだなおい。とりあえず失ったアイテムを回収しに行きましょう。落としたアイテムを無事回収。あいつめっちゃガバやんわロタ。そのガバにぶっ殺されたんですけどね。いずれきっちり落とし前つけてやっかんな。とはいえ我々よりはるかに武装度は高いようですし、しばらくは無理でしょうね。まあ敵対的な拠点がある場所が分かったのはめっけもんです。失ったのはせいぜいマスターの命一つですから安いもんです。まったくひどい扱いなのよ。やれやれ、やっと帰ってきたのよ。では拠点の建設を始めましょう。いいじゃない。まずは地下を掘り進んでそこにはしごをかけていきましょう。え、マジ？いきなり地下生活なの？一応理由がありまして。聞かせてくれたまへよ。まずですね、今後の生活基盤を整えるために資源が必要です。特に鉱石ですね。いろいろなアイテムの生産設備に鉄なんかが必要ですが現在手持ちが非常に少ないです。そのため鉱石の採掘が必要ですがその掘ったスペースを拠点にすれば一石二鳥。確かに。あとこの星なかなか天候が不安定でして、今は気温14度となかなかの適温ですが、いきなり氷点下になるというのもよくある話。マジかよ。地下は地上の天候の影響を受けにくいっぽいのでそれも利点ですね。まずは地下に最低限の拠点を作り、資源や資材をある程度貯めてから地上部分に着手しましょう。ある程度の深さに達したら横に掘り進めていきます。掘った部屋には作業台で作った松明を設置。どうだ明るくなったらう。ちなみに松明を設置すると気温もかなり上がるみたいですね。そして部屋にベッドを設置。これでやっと右京さんも暖かいお布団で寝られます。できれば2台ほど作りたかったのですがちょっと資材が足りませんね。え、ご主人様のお布団は？マスター寝る必要がないですからそんなものはありません。マジかよ。じゃけんマスターは夜通しお仕事です。右京2期ががっつり寝てるのにご主人様は重労働。辛い。
寝室の反対側の部屋には基本的な溶鉱炉を設置します。これで採掘した鉱石をインゴットに加工ができます。右京さんが素養してますので、クラフトは当然マスターのお仕事。一応ご主人様コロニーのリーダーセッポジじゃなかったっけ。リーダー自ら率先して汗を流す姿を見せる。これぞまっことリーダーシップの誉れというやつです。見せる見きね、一人もおらんのやけど。翌日も地下でのお仕事、さらに拠点を拡張していきましょう。鉱石ももっと掘っていかんとな。でも掘っても掘っても岩ばっか、鉄鉱石なんてちょっぴりしかないのよ。場所によっては鉄鉱石や石炭の交渉があるんでしょうね。いずれはそんな場所を探して本格的な採掘に乗り出す必要がありそうです。新しい部屋には食肉加工用のテーブルを設置します。地上で獲物を仕留めると、こちらで解体してお肉にしてくれます。動物さん仕留めるだけじゃ食料にはなんないのね。そして調理に使う焚き火も設置。もっと便利なキッチンも作れるのですが、今材料の鉄インゴットがないので、とりあえずの暫定です。早いとこ製鉄始めていかんとな。食肉加工台では早速右京さんが解体を開始。昨日夜のうちに色々仕留めたのが役に立ったのよ。これで最低限の食料は確保することができそうですね。その後東から旅人来訪との連絡がありました。てことでマスターよろしくお願いします。またレーダーとかじゃないでしょうね。さあどうでしょう。お、いたいた。今度は善良な旅人さんな雰囲気。ヘイ兄ちゃん、うちのコロニーに来んか。このように敵意のない住民はコロニーの勧誘ができます。見たところ勧誘成功率は 100% のようですね。しかもさらにもう一人旅人がいるようです。ヘイ兄ちゃん、おめえもうちの組に入んねえか。こうして仕立て屋のタッカーさんと科学者のビートさん、このお二人がコロニーの新たなメンバーとなりました。いきなり二人も増えたのはうまいのよ。これで採掘もはかどるってもんなのよ。ですが食費も倍になることを忘れなく、備蓄にはちょっと気をつけた方が良いでしょうね。メンバーも増えたので採掘もはかどります。さらに拠点を拡張して部屋を広げていきましょう。鉱石もまだまだ足んないしね。焚き火で地上で買った獲物を調理。今できるのは簡単なお料理だけですね。しかもこれって右京に来たちに指示できないのよね。キッチンを作ればお料理もしてもらえますが、まだ資材が足りなくて作れませんね。しばらくは調理担当はマスターでお願いします。雑用全般ご主人様がやってる雰囲気。リーダーなんてそんなもんです。そうなの。そうなんやで。拡張した部屋に新たな設備として研究台を設置。やっぱあんのな。コロニーシムといえば研究なしには始まらないでしょう。では研究内容を確認。意外に少ないのな。おそらく今後探索でメニューが増えていくんでしょうね。新しい素材を手に入れると関連する研究が解放されているようでしたから、さて何から始めましょうかね。やっぱあれな、最初は茶か、これよ、これ。となると武器庫の研究ですね。この研究でアンロックされる武器庫でいろいろな武器がクラフトできるようです。今手持ちの茶かってご主人様の豆鉄砲が一丁だけ。これはさすがにあかんと思うのよね。では最初は武器庫の研究から始めましょう。他にも医療キットなんかも早めに研究しときたいとこなのよね。一方で採掘もサボるわけにもいきません。いいタイミングでメンバーが追加できたようですね。早速右京2期が研究開始、頼むで。夜になってメンバーは就寝、マスターワンオペの時間です。ワンオペはいいけど、タッカー2期とビート2期床で寝とるやん。そりゃまあベッドがまだ1台しかないですから。作ればええやん。それがですね、ベッドのクラフトには木材と布が必要でして、今布の手持ちがないんですよ。作ればええやん。作れるならとっくに作ってます。なんかクラフトのメニューに見当たらないんですよね。研究でアンロックする必要があるのかもしれません。ならしばらく右京2期以外は床で雑魚寝やな。まあ寝られる分だけありがたい思ってくれや、タッカー2期ビート2期。ここで現在のメンバーのスキルを確認。各メンバーにはそれぞれ得意なスキルというものがありますので見てみましょうか。右京さんは全般的にスキルが高いですね。ビートさんは逆にいまいち。研究スキルまで右京2期にボロ負けとか科学者の称号なくでビート2期。タッカーさんもなかなか優秀。今後はそれぞれの得意分野を踏まえたタスクの割り当ても考えねばなりませんね。今は4人だからいいけど、ここから増えるとこれがまた大変になるのよね。とりあえず右京さんには研究中心で働いてもらいましょう。早いとこ便利な物アンロックしたいでな。頼むで右京2期。武器庫の研究が完了して、次は医療キットの研究に着手。ええやん。初回はまあこんなところですね。まだわかんないことだらけできっついのな。食料も医療品も武器もまだまだ不足。しばらくは生きていくだけで精一杯な日々が続きそうですね。燃料も鉱石も足んないし、こりゃ大変なのよ。まだクラフトできるものもきちんと把握もできていませんし、そのあたりも確認しつつ少しずつコロニーを充実させていきましょう。いつまでも狩猟採集してるわけにいかんから、農業とかもやりたいのよね。それでは新たな惑星での生活を始めたマスターを眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。